皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はこちらのブランド IWC のご紹介です。1868年創業、スイス北東部の町シャフハウゼンの時計メーカー。視認性が良く、正確で丈夫、そして手厚いメーカー保証、永久修理対応可能という安心感から、世界中のできるビジネスマンに愛用されるブランドです。真面目で硬派かつ高級感のある時計が欲しい、人生のステップアップで自分へのご褒美時計を検討している、子や孫の世代まで受け継ぐことができる時計が欲しい、人と環境に優しいものを選びたい、そんな方におすすめのブランドです。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは創業データについてお伝えしていきたいと思います。 IWC の創業年は1868年ですね。創業の地はスイスシャフハウゼンという場所になります。で、この創業時の時代背景というところでいつも通りお伝えしていきたいと思います。まずはこの IWC の創業以前の時代ですね、19世紀中盤という形でお伝えしていきます。この時代、産業革命の後の時代です。時計が芸術品から工業製品に変わった時代ですね。時計師という才能ある限られた人以外でも組み立てによって時計の製造が可能になりました。で、この時代強かったのはアメリカンブランドですね。タイメックス、ウォルサムなどが躍進した時代です。そして IWC のルーツも実はアメリカにあります。この後詳しくお伝えしていきます。先に時代の方を整理していきたいと思います。で、 IWC の創業の後の時代ですね、これ19世紀後半というふうにくくらせていただきますけれども、この時代は機械式時計の発展期であり、懐中時計の全盛期です。世界各地で多くの時計ブランドが誕生し、量産体制が整っていきました。量産に強かったのは先ほどお伝えした通りアメリカのブランドです。しかしスイスの時計メーカーも負けてはいませんでした。もともと分業での時計作りが主流だったスイスの時計産業は、効率化を求め、一つ屋根の下、みんな集まって作ろうじゃないかというやり方に変化していったんですね。いわゆるマニファクチュール、自社一貫生産というやつです。その基盤ができたのが19世紀後半という時代ですね。またそれとは別の流れで、アメリカ式の大量生産方式、主に兵器製造に用いられたシステムを現地で学び、スイスへと持ち込んだ者もいました。その一人が IWC の創業者であるアメリカ人時計職人、フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズという人物でした。このフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズ、1841年生まれ、そして1916年に他界しています。時計職人という職業ですね。アメリカ・マサチューセッツ州ボストンで生まれて、20歳で歩兵として南北戦争に出征した後、アメリカの大手時計製造会社へと入社。仕事ができる人だったんでしょうね。20代のうちに工場監督へと昇進しています。で、その後自分の時計ブランドを立ち上げるっていうことでスイスへと訪れています。ちなみにこの人の情報かなり少ないです。公式サイトにも IWC の歴史の中で最も重要であり最も謎めいた人物、私たちは彼のことを全くと言っていいほど知らないと書いてあります。実際先ほどお伝えした情報もアメリカ議会図書館に残っているわずかなものであり、 IWC のブランド史に記されているものではないんですよね。彼の時計製造における実績やスイスとのパイプ、資金源などは全くの謎です。では彼はなぜ全盛期のアメリカからスイスに渡ってまで自分のブランドを作りたかったのだろうか。公式サイトにはこのように書かれています。米国式生産システムの優れたメカニズムに手工業技術に秀でたスイス人労働者を組み合わせる。ジョーンズは米国市場に向けた質の高い時計製造の実現を目指すため、スイス国内をくまなく探し回り、最もふさわしい場所としてシャフハウゼンを選んだと。結果彼の選択は正しかった。アメリカの時計産業は戦後軍需の減少とともに減少しています。もしアメリカに残って勝負をしていたとしたら、きっと違った未来になっていたことでしょう。ジョーンズが創業の地にシャフハウゼンという場所を選んだ理由は、その地の地形にありました。彼がスイスへと持ち込みたかった製造モデルには、工場を構えるための広い土地と工作機械を動かすための電力が必要だったんです。シャフハウゼンという場所は中世より荷上げで繁栄した町です。近郊に滝があり、水路での輸送が困難であったため、そこを請け負う業者によって栄えました。19世紀に入り陸路が整備されると、荷上げの必要がなくなりまして一時衰退しましたが、新たに水力発電所が建設されまして一転、スイス屈指の工業地帯へと生まれ変わりました。
ジョーンズは運よくこのタイミングでシャフハウゼンへとたどり着いたんですね。こうして創業されたのが IWC の前身 FA ジョーンズ&カンパニー。稼働を開始するとすぐさま高品質なムーブメントを完成させました。また IWC というブランドの面白さ、ジョーンズ以降の時代にもあります。実はジョーンズ本人は創業からわずか8年、1876年にはアメリカへと戻ってしまったんですね。その後は実業家ヨハネス・ラウシェンバッハ、そしてその娘の婿エルンスト・ヤコブ・ホムバーガーへと継承されました。ホムバーガーも時計職人ではなく優れた経営者です。彼が事業を継いだのは1905年。その時代は懐中時計全盛期から腕時計黎明期へとつながっていくタイミングです。1915年、時代の変化に素早く対応し、腕時計用の小型ムーブメントを完成させると世界恐慌にも屈することなく、1936年にはパイロットウォッチ、そして1939年にはホルトギーゼという現代にも残る傑作を生み出しました。そしてそこからさらに時は流れて1978年、クォーツショックで大打撃を受けたブランドを引き継いだのは後にリシュモングループのドンとなる男、時計界伝説の経営者の一人、ギュンター・ブリュームラインでした。ブリュームライン時代の IWC は複雑機構の製造も可能になり、スイスを代表する高級時計メーカーへと成長します。また自動車メーカーポルシェとのコラボレーションによりチタンケースを使った腕時計を完成させるなど、新しい可能性を切り開きました。このように IWC の経営がうまくいったのは、経営者の腕が良かったっていうのはもちろんなんですけど、成長を支える確かな技術が集結していたっていうことも大きいんですよね。ここでは超有名な時計技師2名、偉大な功績とともにご紹介していきます。まずはアルバート・ペラトン。1944年、 IWC の技術責任者となった設計技師です。彼に与えられたミッションは効率的な自動巻き機構の開発でした。自動巻きというのは人の動きによってゼンマイが巻き上がるシステムです。古くは懐中時計時代に天才時計師ブレゲが発明したものでしたが、腕時計時代になったことで現実的なものとなりました。腕時計においては1926年にフォルティスが、そして1931年にロレックスが実用化に成功しています。が、当時の自動巻き機構、自動巻きローターからゼンマイまでの間に生じるエネルギーのロスが大きかった。巻き上げ効率は悪く、部品の摩耗も激しかったんですよね。そこでアルバート・ペラトンはローターの回転に合わせ2つの爪が交互に動くことで巻き上げ車を動かすシステムを開発します。ローターの動きがどれほど小さくても、またどの方向であっても主ゼンマイの巻き上げに活用されるという構造、通称ペラトン式自動巻き機構を生み出しました。そして1950年、 IWC 初の自動巻きキャリバーを完成させるに至ります。このペラトン式は今現在もポルトギーゼ、オートマチックなど人気モデルで使用されています。そしてもう一人は IWC のブランド広告にもたびたび登場する可愛いおじいちゃん。実はこの方、世界最高の設計者、 IWC の頭脳などと称される時計技師クルト・クラウスという人物です。先ほどのアルバート・ペラトンに師事し、懐中時計の設計からキャリアをスタートしたクラウスは、やがてエボーシュと呼ばれる汎用ムーブメントのカスタムにおいて才能を開花させました。手作業で時計を作るのは決して難しくない。しかし工業的に生産できなければそれはおもちゃでしかない。これはクラウス本人の言葉であり、師であるペラトンの思想も反映したものです。クラウスもペラトンも時計として優れていることはもちろん、製造できるものであることを最重要視したんですね。そしてこの言葉の通り、クラウスが得意としたのは量産可能な超複雑機構。代表作には80年代の名作ダヴィンチの永久カレンダークロノグラフがあります。永久カレンダーというのは、ゼンマイを巻いて動き続けている限りおよそ100年もの間、日付等の調整を行わなくて良いというもの。実際にはオーバーホールしなければいけないので、大いなる矛盾がある機構なんですけど、時計の機構としては三大複雑機構に数えられるほどのものです。腕時計においては1978年にオーデマピゲが完成させましたが、当然それは量産できるものではなくアート作品の領域でした。がクラウスはこの機構をクロノグラフの汎用ムーブメントを用いて作ってしまった。永久カレンダーに加えクロノグラフまで搭載し、かつリューズ一つでカレンダーを操作できる、そしてベースが汎用機であるため量産も可能という優れものです。それを搭載したダヴィンチ永久カレンダークロノグラフは、発売したその年1年間でなんとそれまでの市場に出回っていた全ての永久カレンダーを上回る数を製造することに成功してしまったんです。その他クルト・クラウスの活躍はまだまだ幅広いですね。経営陣からのパワーリザーブの延長の要求に対し7日間のロングパワーリザーブで応えたり、
後にオーデマピゲの技術チームとなるルノーエパピの複雑機構の設計を手伝ったり、ムーブメントメーカーエタの汎用機の性能を底上げすることにも貢献しています。アルバート・ペラトンとクルト・クラウス、彼らがもたらした功績は IWC というブランドを超えて時計業界に大きな影響を与えたことは紛れもない事実です。このように類まれな経営手腕と世界屈指の技術力で成長してきた IWC というブランド、その時計製造への哲学は創業から150年以上が経過した今、一つの言葉で表現されています。プローブス・スカフージア、シャフハウゼンの優秀な、そして徹底したクラフツマンシップを意味する言葉。現在発売されている時計コレクションの裏側から覗くムーブメントにはブランドロゴとともにしっかりとこの言葉が刻印されています。これは IWC で働く製造技術者や時計デザイナーにとって大いなる挑戦を意味するのと同時に、その情熱を表す言葉でもあると公式サイトには記されております。ではこの哲学のもと作り出されている現在のコレクション見ていきたいと思います。 IWC の現行コレクションは全部で6個ですね。一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、その名の通り戦闘機パイロット向けに作られた時計をルーツに持つモデル、パイロットウォッチ。現代パイロットウォッチの基本設計を築いた作品として非常に人気が高いコレクション。そしてパイロットウォッチに次ぐ長い歴史を持つモデル、ポルトギーゼ。1939年、ポルトガル人商人からの依頼によって製作。そのルーツと端正なデザインからビジネスマンを中心に絶大な人気を誇ります。そして時代に左右されないエレガンス、クラシカルで優美なデザインが特徴のポートフィノ。1984年登場の比較的新しいコレクション。そしてシンプルな三振からグランドコンプリケーションまで幅広くラインナップするエレガントウォッチ、ダヴィンチ。初代は意外にも角型のクォーツウォッチでしたが、現在は独特な雰囲気を持つラウンド型へと変更されています。可動式のラグも特徴的。そしてエンジニアを意味するモデル、インジュニア。1955年胎児時計として生み出された作品。1970年代には時計界のピカソことジェラルド・ジェンタによってデザインが刷新され、エレガントなスポーツウォッチとなったコレクション。そして IWC 唯一のダイバーズウォッチシリーズ、アクアタイマー。1960年代、ダイバーズウォッチ発展期に誕生したモデル。そして IWC は毎年何かしらのコレクションでリニューアルが行われます。2021年はパイロットウォッチコレクションで6つの新作サブコレクションが発表されました。特に注目を集めたのがビッグパイロット43とクロノグラフ41ですね。2つとも時代のニーズに合わせてかダウンサイジングされてのリニューアルとなりました。ただダウンサイジングされたといっても決して小さくも薄くもないんですよね。どれもパッと見で IWC の時計とわかる大きさ、厚さが特徴的です。特に横から見た際の迫力、寸胴型のミドルケースは表面仕上げの美しさも含めて楽しむことができます。徹底して薄い時計を作らない姿勢、実はアルバート・ペラトン時代から続くものです。薄い時計にはメリットも多いんですけど、同時にデメリットも多いんですよね。ペラトンは製造難易度およびメンテナンス性に難ありという意味で薄型ムーブメントを作りませんでした。こうした時計作りへのこだわりがあってこそ永久修理という素晴らしいサービスが可能になっているんだろうと思います。時代のニーズを捉えつつも自社の哲学を崩さない姿勢、頑固一徹の職人魂を感じますね。またこういったペラトンの製造可能性への考え方は IWC の歴史そのものといっても過言ではないと思います。 IWC の創業者フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズは合理主義でコストにも厳しいアメリカ市場向けの時計を作るためにスイスへとやってきました。作れない、作れても高額、そして壊れやすい、直せないでは意味がなかったわけですし、継続して製造するためのエネルギーや労働者の力を維持することは欠かせませんでした。またペラトンが活躍した時代は腕時計の発展期です。世界中の労働者が丈夫で正確、メンテナンス性にも優れ、かつ安価で美しい時計を求めた時代なんですよね。将来にわたって量産体制を崩さず品質を上げ続けるためには、やはり豊かな環境とエネルギー、人の力が必要だった。ペラトンとジョーンズ、生きた時代は異なりますが時計作りへの思いは同じだったに違いない。そしてその思想はクルト・クラウス、ギュンター・ブリュームラインの時代を経て次の世代へもしっかりと継承されています。現在公式サイトには2022年に向けた目標と題し9つの項目が掲げられています。その中には世界レベルでの 100% 再生可能なエネルギーの調達や Great Place to Work、 働きがいのある会社の認証の持続、出どころのわからない林産物の廃止などがあり、
やはり自然環境と人を大切にし続けていることが伺えます。そして目標として掲げるだけではないですね。年に一度サステナビリティレポートという形でユーザーにも見える形で活動内容を公開していることにも非常に好感が持てますね。はい、といったところで本日は IWC というブランドについてお伝えしてきました。最後になりますが、実は IWC、高級時計の証でもある精度認証、スイスクロノメーターをあえて取得していないことでも知られます。公式に理由は書かれていませんが、きっと哲学に合わないものっていうことなんでしょうね。代わりに自社規定を設け、衝撃、摩耗、腐食、紫外線、環境の5項目について厳しいテストを行い、クリアしたものだけが商品化の道を進むことができるようになっています。このような取り組みからも彼らが生み出す時計に質実貢献、真面目で誠実な印象を受けるのはとても自然な感情なんでしょうね。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。